皆さんこんにちは、ナオトです。皆さんはチーズスイートホームを知っていますか？コナミカナダさんという方が書いていて、子猫が主人公の漫画なんですが、内容がとても簡単なので日本語の勉強のために読んでいる人も多いみたいです。ですが、主人公の猫が話し言葉を使ったり赤ちゃん言葉を使ったりするので、日本語の中級者の方でも少し分かりにくいと思います。なので今回は代表的な話し言葉の文法と主人公の猫が使う赤ちゃん言葉を紹介したいと思います。一つ目は、知っている方も多いと思いますが、何々ているが何々てるになり、何々ていますが何々てますになります。例えば、それ知ってるや、彼女は一人で歩いてたよのように言います。また、何々ておくが何々とくになることもあります。例えば、考えとくよや、僕が洗っとくよのように言います。二つ目は、い形容詞の最後のいの省略です。これは驚いた時によく使うと思います。例えば、怖いの場合は怖になったり、物が熱い場合は熱になったりします。そして、もっと驚いた場合は一文字目の後に小さいつが入ります。例えば、飲み物が熱かった場合は熱になります。次に、主人公の猫の赤ちゃん言葉を紹介したいと思います。一つ目は、ラ行がア行になることがあります。例えば、知ってるが知ってうになったり、あれがあえになったり、こわがこわになったりします。二つ目は、だ行がら行になることがあります。例えば、文末のだがらになったり、なんでがなんれになったり、だけがらけになったり、ひどいが広いになったりします。そして、作業が他行になることもあります。例えば、助けてが助けてになったり、びっくりしたがびっくりしたになったりします。他にも不規則に変化する言葉があると思います。チーズスイートホームは単語はとても簡単なんですが、話し言葉を知っていないと日本語学習者にとっては少し読みにくいかもしれません。ですが、猫がとても可愛いので、猫が好きな人はぜひ読んでみてください。下に試し読みができるリンクを貼っておきます。これからもいろいろな漫画を紹介していきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録をお願いします。この動画のスクリプトと単語リストも下のリンク先で読むことができますので、ぜひ見てみてください。ではまた次回お会いしましょう。じゃあねー。